ムガムはアゼルバイジャンの民族音楽の一種でタスニフやアシュグと比較される。ムガムはマカームで書かれる古典詩と特定地方戦法の即興を複雑に組み合わせた芸術、形式構造である。西洋の戦法と異なり、ムガム戦法は音階だけでなく演奏者が即興で奏でる口頭伝達旋律とも組み合わせられる。ムガムは多くのパートからなり、どのムガムを演奏するかは特定の祭事に合わせて決められる。劇的な演奏の展開は一般的に高まる緊張と上昇する音程と演奏者と聴き手の間の詩的音楽、意思疎通形式からなる。ムガム演奏の3つの主要教育機関は19世紀末期から20世紀初頭の間にカラバフ、シルバン、バクーに開かれた。カラバフの主者はこの芸術の街として知られた。アゼルバイジャンの楽器であるバラバンを用いたムガムの短い演奏は、ボイジャーのゴールデンレコードにも世界の音楽の代表として収録されている。2003年にはユネスコがムガムを人類の功章及び無形遺産の傑作として登録した。19世紀の制度シュシンスキーの合奏団20世紀初頭にアゼルバイジャンの伝統音楽と西洋音楽を融合させた。ウゼール・ハジベヨフ・ムガムを演奏するアリムがシモフ長い歴史の中でアゼルバイジャン人は古代から音楽の伝統を紡いできた。ムガムは戦法音楽構造に属しており、おそらくはペルシア伝統音楽に由来する。新疆ウイグル自治区のウイグル族はこの音楽をムカムと呼び、ウズベク人やタジク人はモコムと呼び、アラブ人はマカームと呼び、ペルシア人はダストガーと呼ぶ。メタ民族的なムガムの複雑性は、旧力系民族の伝統として、東洋音楽の中に偏在する、ムガムや、マカーム、ダストガーなどの言葉と共に明らかになった。しかし、ウズベク語のムガムは、同じ言葉でもかなり異なる意味を持ち、アラビア伝統古典音楽でも同様である。よって、旋律の終わり方に共通性が見られるとしても、ある文化において、ムガムの旋律方式は厳しく制限される一方、他の文化では単なるカデンツァに過ぎないこともある。その他の文化とは特定音階とのみ一致するかもしれない。ニューヨークタイムズによると、ムガムは交響曲の長さの組曲で、無計量で律動的、歌唱と楽器、鳴り続ける単音や舞踊調の繰り返しに満ちた音楽である。ムガムは祈りと子守歌に起源を持ち、そのように母から子へ伝えられる。しかしながら、ムガムには数百もの種類があり、戦争聖歌に似たものまである。16世紀から17世紀には、ムガムは専門民謡音楽として、宮廷で演じられた。この時期にダストガーが、ムガムの形を取り始め、タスニフと同様に、ムガム演奏に新たな色合いが加わった。アゼルバイジャンのムガムの達人が、フズーリー、ハビビ、イスマー・イール一世などによって書かれたアルズウェズニ式のガザルを歌った。19世紀にはアゼルバイジャン各地で音楽祭が開かれ、ムガムもそこで演奏された。同時代にはフランスの科学者であるアレクサンドル・デューマペールがシャマヒの式典に出席し、そこで聞いたムガムにとても感動したと旅行記に書いている。アゼルバイジャンで開催されたこのような式典にはカラバフやバクー、タブリーズからもハナンダが参加し、これは異なる地方の歌が混ざる要因となった。だが、アゼルバイジャンの作曲家は、ムガムと伝統欧州様式の音楽を混ぜすぎた。例えばバジフ・アディゴザロフのムガムオラトリオに、カラバフシカスタシがある。これらの作品は、多くのムガムの概念を具体化したが、伝統的なムガムの形式とは大きく異なる。演奏家の間でも同じ音楽大学で学びながら練習過程で古典と伝統の間に厳しい隔たりがあった。20世紀の初期にはアゼルバイジャン発の国産オペラレイリとマジュヌンを書いたウゼール・ハジベヨフが著書アゼルバイジャン民謡の原則でムガムの理論を説明した。作曲家のカラ・カラーエフとフィクレト・アミロフもムガム交響曲を作ることでムガムの発展に大きな貢献をした。ハジババ・ヒュセーノフは、ムガムの大衆化に大きな役割を果たし、アリムがシモフやアガハン・アブドゥライフ、ガディル・リュスタモフなどの著名なムガム奏者を育てた。1985年にはアグダムのムガム学校が合奏団カラバフ・ナイチンゲールズを結成している。2005年には国際ムガンセンターが大統領のイルハム・アリエフの布告によって設立された。同年8月にはバクーブールバールで大統領と彼の妻であるユネスコ親善大使のメフリバン・アリエバ、ユネスコ事務局長の松浦光一郎によって施設の要石が置かれた。センターは2008年12月27日に開館した。面積は7500平方メートルで350人収容の演奏会場や録音室、練習室が設置されている。休憩室では有名なムガム演奏家の胸像や豊富な楽器の収蔵物が見られる。メディアを再生するジャッパル・ガリャーディオール、グルバン・ピリモフとギルマン・サラホフによるヘイラティの演奏。近年、アゼルバイジャン民謡は民謡芸術として注目され始めた。歌と楽器による民謡はポリフォニーの要素を含む。民謡を特徴づける最たるものは旋法構造の発達である。ムガムには7つの主要旋法があり、シュル、ラスト、セガーの3つが特に有名であり、残り4つがシュシュタル、バヤキ=シラズ、ジャハルガー、ヒュマユンである。また、3つの付帯的旋法として、シャーナズ、サレンジ、チャージャがある。以前は、それぞれの旋法が特有の鮮やかな感情的意味を持っていると考えられていた。すべての旋法が強く構成された音階を持っており、安定した主音を持ち、それぞれの旋律機能を持つ。ザルビムガムは9つの旋法を持つ。カラバフシカスタシ、ヘーラティ、アラズバリ、サマイ、シャムス、マンスリーヤ、マニ、オブシャリ、ヘーダリ、カスマシカスタである。バクーのムガム演奏家たち一部の混乱は、ムガムという言葉が2つの異なる意味を持つことから起きる。ムガムという表現は、アゼルバイジャンの民謡で2つの意味で用いられる。1つはロシア語で、音程や、旋法や音階を意味するである。アゼルバイジャンの歌や、踊りや他の民謡の分析は、常にこれらのうち1つが用いられているという前提で行われてきた。もう1つの意味は、個々の複数の動きを持つ形式である。この様式は、組曲と教師曲、交響曲の要素を自然に結合し、独自の構造規則を持っている。特に、教師曲的ムガム組曲は、ムガム旋法とその旋法に必要なすべての要素から成り立っている。カラー F アゼルバイジャンの音楽学校は20世紀を通して素晴らしい卒業生を輩出してきた。彼らのうち、レナ・マメドバがムガムの哲学的内容を研究し、アゼルバイジャンの創造的思考方式と結論付けた。エルハン・ババエフはムガム演奏の律動面について多くを表した。その他にもアゼルバイジャンの学者たちはハジベヨフのムガム分析を拡張した。ムガムは西洋音楽の概念からは理解しにくい作曲、演奏の特徴を持っている。例えば、ムガムの作曲は本質的に即興的だが、それと同時にある規則には従う。さらに、教師曲的ムガム組曲の場合には、即興の概念は正確ではない。これは、演奏家の芸術的想像力は、それぞれの旋法で決まる厳しい基礎と原則に基づくためである。それゆえに、ムガムの演奏は無定型で、自発的で衝動的な即興ではない。即興の概念に注目すれば、ムガムはしばしばジャズと関係づけられるが、正確な共通点は少ない。ムガムは広い解釈の余地を持つが、異なるムガムには異なる即興があることを見落とすがために、ジャズとの共通性が単純化されすぎている。一部のムガムの演奏は何時間にも及び、初心者にはどこが即興で、どこが楽譜通りなのか聞き分けることは、ほぼ不可能である。また、カラエフは、ムガムが交響楽的特徴を持つと強調した。ムガムの詩は、アゼルバイジャンの中世や近代の詩に基づくことが多く、愛は共通の題材であるが、聞き慣れないものには、その複雑さとほのめかしが理解できない。例えば、もっぱら世俗的な愛を歌っていると思いきや、神への神秘的な愛の詩だったということもある。しかし厳密に言えば、ムガムは、スーフィズムとは対照的に俗界の音楽や詩である。それにもかかわらず、ムガムの作曲は、スーフィズムのそれにとても近く、低い段階の気づきから超自然的な神との統合への上昇に注目する。これは神を霊的に探すことである。ジャズ奏者のバギフ・ムスタファザデは、ムガムをジャズと融合させた。ジャズムガムは、ムガムの旋法や音階にジャズを乗せたものであり、ムガムに基づいた交響曲のムガム交響曲と似ている。基本的にジャズは決まった律動の上で動く。しかしムガムジャズは決まった律動を使用しない。律動も音階も即興である。近年では、アメリカやオーストラリア、日本などでジャズムガムが興味を集めている。2001年にはアメリカのジェフ・バックリーがフランスの聖音楽祭でアリムガシモフとホワット・ウィル・ユーセイを合奏した。ユーロビジョン・ソング・コンテスト2012の準決勝で歌うガシモフ2003年ユネスコはムガムの伝統や豊かさ、文化的特徴を国内、国際両面で認識し人類の交渉及び無形遺産の傑作に指定した。アゼルバイジャンの古典音楽であることを考えると、ムガムは大きな即興性と人気の物語や地方の旋律が特徴の伝統的音楽である。2004年には大統領夫人のメフリバン・アリエバがユネスコの公称音楽伝統親善大使に任命された。ユネスコ事務局長が2005年8月にアゼルバイジャンを公式訪問した際には、大統領と数人の親善大使が国際ムガムセンターの落成式に参加した。2009年からはムガムの世界国際フェスティバルが世界中の著名な演奏家を集めて開催されている。しかし近年の文化革命はムガムの耳から耳へ伝える即興性を脅かしている。ユーロビジョン・ソング・コンテスト2012ではアゼルバイジャンは地方の伝統を避け明らかに欧州様式の大衆歌謡曲である、ホエンザミュージック大豆をサビナ・ババイエバが、ムガム界の重鎮であるガシモフと共演した。ムガムの強い人気は、国際社会にまで及んだ。多くのムガム演奏者は、愛国的で強固な人格者であり、これは、ナゴルノカラバフ戦争中には、痛みと希望の象徴とされ、人気を呼んだ。ムガムはアゼルバイジャンで長らく奏でられ続けており、政治や社会、経済の状況に関わらず保護されてきた。ムガムの達人たちは、その伝承に大きな役割を果たしている。ありがとうございます。